はい、どうも皆さんこんにちは、ウェブです。では流星録音の3、6S 実況プレイ第40回目、記念すべき40回目です。はい、では早速ね、40回目やっていきたいと思います。データ2、次から、よし、さあさあさあ、前回ね、このクリムゾンマシンを撃破することに成功しまして、では、これからね、ついに奥へ進んでいきたいと思います。はい。カメラ調節して、あ、危ない。いやー、この隙でどんなことが待ち構えてましょうかね。お、ミスティウェーブ。じゃあ、どんどんやっていきましょうか。あ、ウイルスが。あ、そう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 。でね、皆さんにお知らせなんですけど、あのね、あの、ノイズドカードというものをついに使用しました。はい。というのも、昔なんですけど、カードゲームのね、拡張パックみたいに、流星ノックマンのね、カードが売り出されてたんですよ。なんか5枚でいくらみたいな。はい。でね、それでね、僕、前も言ったと思うんですけど、この流星ノックマン3さ、某漫画雑誌の検証で当てたんで、おまけとしてついてきたんですよね、そのノイズドカードが5枚。で、それを入力いたしまして、そしたらね、ちょっと、このような、こういう風にね、はい、二つ、ノーズカードを設定しています。まあ、詳しいことは、まあ、ググってください。まあ、要するにね、なんというか、拡張というか、もっと強くなるためのね、課金ですね、いわゆる。いわゆる課金要素です。そういうのもなんだっけな。よし、じゃあやっていこう。うん、うん。あ、やった。やった。で、こっちかな？なので、ノイズドカードを有効に使っていきたいと思います。はい。ノイズドカードにも、ね、いろんな種類があるんですよ。ハーツとかダイヤとかね。なんですけど、同じ種類にはしか入れられないってなので、なので、ハートを2つにしました。はい。雰囲気が変わった。今の説明で分かったかな？これはいよいよって感じだぜ。油断するのよ、嘘だ。待て。誰だ？ん？あ、赤月さん。大丈夫かな？あ、とか、いつの間にか朝晩、電波変換してるし。はぁ、はぁ。あ、赤月さん。ひょっとして、体の具合が。ここから先は、俺だけで行く。絶対に、ついてくるな。え？あ、行っちゃった。どうしたんだ、赤月さん。様子がおかしい。確かにな。よし、それ。赤月を追いかけようぜ。うん。てか、追いかけていいのこれ。もう戻っちゃダメ？あ、戻ってもいいけど。え、でも、来るなって言われたよね。あえて電波に解除。ああ、またされるのね。赤月さん。赤月さん。ああ。赤月さん、やっぱり体が近づくな。え？え？これ以上意識を保てない。え？え？離れろ。このままでは、お前まで。ん？うわあ。アシット、破壊。うわぁ、鼓動が。ちょっと鼓動がどんどん。存在を。うわぁ、鼓動が強くなってくる。証明せよ。うわぁ、強くなってくる。強くなってくる。どん。大丈夫なん？うがぁ、うわぁ、大丈夫か、大丈夫か。赤月さん。大丈夫かな。どういうことですか、赤月さん。一体赤月さんに何が？それは近づくな。怖いから近づかないでくれ。そう、赤月から離れろ。ロック。うーわぁ、出た。うわぁ、
また足とか暴走しちゃったのか。そう、その姿は奥多摩スタジオの時と同じ。アシトだ。アシトの野郎、また暴走しまってる。マジか。嘘、マスク戦わないよね。くそ、やる気満々か。戦うのか、やっぱ。スワード、分かってるな。うん。赤月様、電波に関したばかり、あの時のように時間を稼いでもダメだ。全力でバトルするしかない。何？目を覚ませ！アシットエース！ウェーブバトル、ライドオン！おマジか。うわぁ。戦略、強そうだな、やっぱ。あ、ちなみにね、今貼ってる黄色いのは、オーラらしいんで、オーラっていうものらしいんで、それもね、ノイズドカードの効果らしいです。まだ、どういうものか分かってないんで、バトルしながらそれも知っていきたいなと思います。では、ヒルウィザード、アクソ、フビドン、アクソ早い、スカルアロー、あ、痛い、パラダイズ、ズステージ。あ、攻撃当たるでも普通に。やった。ちょっと、まずは当てたい。さあ、ちょっと来い。あ、危ない。痛い。よし。フリーズナックル！つっか。あ、凍ってる。ラッキー。危ない。うわ、危ない。これでいっか。どこ行く？えいお、ナイス。グッドタイミング。あ、そう。これチャージショットもあるじゃないですか。それもなんか、ヘビードーンになんですよね。なんと、これまた嬉しい。で、あとね、ノーズドカードの他に、ホワイトカードつうもんがあるんですけど、それを入力するとね、なんだっけ、ウェーブステーションでダウンロードできるじゃないですか、カードを。それをね、なんか珍しいというか、レアなものに変えれるので、それをゲットできるのでね、それをね、ホワイトカードやったら、なんと、あ、当たんない。あそこ、当たんない。あ、くそ、やっちまった。したらね、必殺技で、をゲットできました。えい。こちら、メテオライト。メテオライト B を、痛い。メテオライト B というね、こちらをゲットできました。見てください。という強いのをゲットできたんで、まあ、よかったです。うん、これ結構、はい。まあ課金なんでね僕は課金してないんですが、はい、単におまけというか付録でついてきただけなんで、まあ有効的におまけはね使いたいなと思いまして、えい、ディバイドライン結構長期戦になってくね。これかな。ウィンディアタック、あ、エドキーブレード、あ、し、危ない。シンクロフック、よし、オッケー。いい感じ。あ、じゃあ、これでもう、倒せないか、これは。ブレイ、よし、固まってる今のうちだ。オッケー。とどめの、キャンサーバブルだ。ヒー、イエス、よーし、スリー、ツー、ワン、まっすー、イエス、お、あ、バスティングレベル1 で、まあ、ステージに入りましたね。よかった。随分と乱暴な見せました。あ、でも、元に戻ったのかな。あー、よかった。けど、目覚めは悪くない。おお、赤月さんなんですね。ああ、俺だ。赤月指導だ。おお、やったね。よかった。本当によかった。世話になったな。いや、お前には世話になりっぱなしか。そんな。僕は赤月さんたちの手伝いをしているだけです。とにかく、これで一緒にリーダーと戦いますね。ああ。よーし。それじゃあ、行きま。ん？え？え？あ、赤、つ、え、嘘。ああ、裏切った？あ、え、アシットエース裏切った？すまる、おい、すまる。てめえ、赤月、賞金持ったんじゃねえのか？え、なに。すまるに伝えといてくれ。え、お前は強い。
俺よりも、誰よりもな。これからは、お前が世界を守るんだ。あ、暁、人々の、お前自身の未来を、お前自身の手で守れ。え？ねえねえ。なに、すべてのエレルさん。なんだって、俺が見込んだ男なんだからな。頼んだぜ、正義のヒーロー。かっこいい。かっこいいけど何それ、遺言とかじゃないよね。うわうわうわ、マジか、マジか。マジか。スバル、起きろ、スバル。え？赤月さんは？ねえ、ロック、赤月さんはどうしたの？行っちまった。え？一人でな。そんな、赤月さん、どうして？あれ、遺言というか、あれは、言わないのかな？かつきは、一人好きで一番強い。じゃあ、行きますか。あ、でも、一人戻って白いのに、白くなってんね。あ、ジョーカー。ぐはっ。あ、一人はは。かっこつくないな、このざまじゃ。生きてたか。差し違えてでも、ジョーカーを倒すつもりだったのか。俺では、アシトでは、やはりジョーカーには、くっ、赤月さん。あれはキングかな？立て、アシトエース。そしてもう一度、破壊の衝動に身を委ねろ。聞こえているだろう、アシト。我が声に答えるのだ。黙れ！何のつもりだ？ジョーカー。今度は僕が相手だ。ふっ。凄ましいな、こそ。てか、貴様の電話などない。消えろ。赤月さん、アシト、そして、委員長。お前は、僕の大切な人たちを傷つけた。絶対に許さない。え、これ、ジョーカーとの二連戦とかになるかな？アシトとジョーカーの、くだらん。実にくだらんな。お前の力は認めていたが、一時の感情に流され身を滅ぼす。愚か者と同じか。そこでくたばって赤月と同じだ。はっはっは。面白そうじゃないか、ジョーカー。ああ、キング。ミスターキング。やっぱキングいたか。少し遊んでやれ。いや、どうせなら、派手な方がいい。ジョーカー、そいつにお前の本当の姿見せてやれ。本当の姿？はっ。ご命令とあらば。なに、電波変化すんの？え、嘘、電波変化しない状態だし、とに勝ったの、じゃあ、ジョーカーは。クックック。面白くなってきたぞ。アシットエース弱くね？そうだ、ハートです。はい、ミスターキング。ジョーカーとクマ、どちらが勝つか、一つ賭けをしてみないか？はっ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 は。賭け？ミスターキングのご命令だ。特別に貴様にも、私の本当姿を見せてやろう。本当姿？え？うわぁ、なんか気を高めてる。ふっ。ふはははは。来るぞ。流星なガキ力が。これこそが、レゾンデートル。何それ。我が存在理由だ。レゾンデートル。すごいパワーだ。うおーファイナライズグレーブジョーカー。え、なにグレーブジョーカー、テンペイガスのやった。ははは。うわー、何これ。ノイズがすごい。変身した？これは電波感じゃねえ。こいつ、人間じゃねえぞ。マジで？じゃあ、2のエンプティみたいなロボット？うわは、そうとも。私は人間などではない。最強の存在として作り出された。最強のバトルウィザードなのだ。ウィザードなの？マジか。ウィザード？ジョーカーが？そして、この姿こそ。赤き流星の力。メテオサーバーにアクセスしたものだけが得られる究極の姿だ。見ているか、シット。聞こえるか、他兄弟。兄弟？これがお前の真の姿でもあるのだ。どういうことだ？ジョーカー、アシットとお前は一体？我らは同じ一つのプログラムから作られた。それは、ノーズに完全適応したウィザードを生み出すためのプログラムだった。アシットとジョーカー、すごいな。全然似てねえな。ノーズに適応？それって、ノーズチェンジのことじゃなんじゃねえか。クックック。そうとも、お前たちの手にした力だ。
だが、お前たちの力は、所詮、まがいもの。ネットサーバーの力は、ほんの少し引き出すように、尽きない。くだらん。実にくだらん。モールズが生み出す、無限大の力。無限大の力に、恐れをなした、くだらぬ人間ども。ロックマン、お前が手にしたプログラムは、多くの人間どもが、我らから奪い取ったものだ。いや、奪い取った力の残骸だ。なんだって。貴様ら人間は、我らに存在理由を与え、生み出しておきながら、力が大きすぎるからと、無慈悲にそれを奪い取ったのだ。貴様にわかるか？己の存在理由を奪われた者の惨めさが。ああ、かわいそう。それはかわいそう。そんな私に、ミスター・キングは再び存在理由を与えてくれた。私はミスター・キングのウィザードとなることで、本来の姿を取り戻すことができたのだ。てめえが存在する理由だと？そのもん、てめえで見つけ物だろうが。ああ、確かに。なに？与えられたとか、奪われたとか、意味わかんねえって言ってんだよ。大体ウィザードが、そんなもんのことで、うだうだ言うもんか。言うもんかよ。おめえ、人間にでも泣いてんってのか？私が、人間に。ふはぁ。面白い。実に面白い。私が人間に、ふはぁ。ふはぁははは。ふはぁじゃない。ふはぁって言わないくて、なんか気持ち悪いな。なんだこいつ、ぶっ壊っちまったか。ふはぁ、面白い。面白いぞ。なあは証明してみせてくれ。私の存在が何なのか、貴様の力でな。お望み通り、証明してろ。俺たちの方が強いってことだな。そうか。お前が何者だろうと構うものか。今お前は、みんなの幸せを壊そうとしている。僕の大切なものを壊そうとしている。そんなこと、絶対にさせない。お前は、僕が倒す。ウェブバトル、ライドオン。キングの賭けが気になるところですが。どうだ？うわぁ、言えないこれ、スカウターつけて。1600！ これは強い。今、明日のやつは結構苦戦したからな。ちょっと不安だけど、ちょっと頑張ります。ほい、早い！えい！よし！うわぁ、何これ？壁が。うわぁ、何これ？壁が、なんか置かれたぞ。なんだあれ。邪魔だなぁ。ちょっと怖い。おっと。あっ、あっ、何これ。えい！よし！ほい！いやー、よし！ミストスイング、あー、くそ！くそ、そっか。ミストスイングダメなんだ。よし、すげえ。ダイヤスマン、間に合え！よし、間に合った。オッケー、倒すぞ。あのだ。タグダシュート！ドーン。あ、オーラが消えた。あー、やばい、落ちてくる。よけろ。右！よし！あー。いや、メテオライト。で、行こう。よし、あ、痛い。強い。ちょ、ディバドダウン、落ちちゃうから、俺が手になる。あ、ほら、落ちた。ヘビードン！痛い。あのミサイルに捕まるのは、避けたいな。もう遅いけど。え、なに。何してんのあいつ。なんか、蹴ってるし、キックしてくるし。なんだお前。あ、やった。えい。あ、やばい、封じられた。でもあいつも封じられてる。うら、邪魔見ろ。よし、じゃあ、蹴りをつけよう。かっこよく終わりたいな。よし。ソード入ったー！よし、来たー。3、2、ワン、ます。あ、4000ゼリー。グレーブジョーカーは手に入らなかったね。よっしゃった。ふは、は、あー。ん？倒してね。よし。いいね。ぐは、は。やったぜ、スバル。俺たちの勝ちだ。は、は、う、うん。は、は。やったね。よーし。よっしゃ。
本当にジョーカーを倒してしまったな。さすがを飲み込んだヒーローだ。ノックマン。あ、ハープノート。はい、ふう、やっと追いついた。ハープノート、アシットエース、残るはキングのみだね。え、ここで倒す？キング、さあ、もう一つのロックマン。はい。おい、キングてめえ、ざまみろ。形勢逆転だ、キング。ふん、まさか君の力がジョーカーを倒すほどだとは。君にかけとけばよかったかな。やっぱジョーカーにかけたんだ。ははははは、相変わらずだな、キング。ちょっとハートですもジョーカーにかけたのか気になるところだが、てか、これまずだ。ディーラーは、悪は今、ここで滅ぶ。ロンキー、トランプで遊びが上がって。はは。はははは。面白いザカツキ。最高のジョークだ。何？ハードです。はい。なに。ねえ、その、ハートで戦うの？ん？床が。え？あ！逃げる気か、あいつ。と、まあ、こんな具合だ。ここから眺めると、君たちの姿は、本当に滑稽だぞ。わははははは。貴様。くっ。おい、逃がすんじゃねえぞ、スバル。わかってる。待てよ。ん？あ、え？ブライかなと思ったけど、ブライかと思ったら、マスクの前だか。じゃ、ジャック。クミンティア。ね、捕まったんじゃないの、あいつさ。おお、帰ってきたか、我が子だよ。そいつらを始末してくれるのか。ははは、親孝行の子供たちだ。ポジティブだな、こいつ。で、でも、そうなの？キング。ん？なんやねん。ジョーカーが邪魔だ。集めたクリムゾンを渡してもらおうか。お前にはもう必要ないだろう。なんだと？アジトを失い、ジョーカーめぐれた。ディーラーは消滅したわ。あとは私たち二人だけでやる。理解してもらったかしら？育ちの親である。この私を裏切る。と？他にどう聞こえたっていうの？それに言っとくが、俺たちはお前を親だなんて思ってないぜ。笑ってる？くっ。うわ、爆笑してる。満点大笑いのようですね。満点大笑いです！はぁ、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 はぁ。貴様、何がおかしい？何やねん。バカな奴らだ。本当に。何をしやつにのこのこ戻ってきよって。私がそいつらごときに追い詰められたなどと。本気で思っているとはな。なんだと。ジョーカー、え、まだ動けんの？え、何をする気だ？ジョーカー、何をする気だ？え、何すんの？マスカ、サイヤ人なの？スーパーサイヤ人、マスカ、自爆するつもりか？え、自爆だって？何？そんな、ははははは、そうと任つき。ジョーカーは間もなく自爆する。ええー。これが私の切り札のカードだ。切り札のカード。最後の切り札。みんな仲良く消え去るがいい。え、お前らも死ぬんじゃねえの？ちょっと。はっ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 は。ああ、逃げた。くっそ、あいつ。どうなんのこれ。ふっ、どうすら知ってやす。このままでは、ここにいる全員が消滅してしまうぞ。しかも、シットエースにぶっかけてるし。何すんの？あ、シット。赤月さん！赤月！え、マスカ？いや、ダメでしょ。いけ、6万。座る。すまん、説明している暇なさそうだ。え？あ、黒くなった。あ、赤月さん？アシットエース B に。うっ！え？うわぁ！戦ってる。ふは。ええ？ふはははは。そうだ、ガツキ。私が放つ自爆のエネルギーよ。
貴様が全て吸収し打ち消す。え、私も貴様も消し取るか。運が良ければ奴は助かるかもしれんな。え、嘘、赤月さん、オーダーをかぶって愛する者を守るために全てを命を下げる。俺にしては上等な幕引きだよ。幕引き、え、ちょっと待って、ここの準備が。ふっ、くだらん、実にくだらんな。てか見事だよ、赤月氏。さ、サーブだ。え、うは、ぐわー、がは、うぐ、おー、え、どうなんの。え、クイーン、ティア。あ、あ、暁。何、二人の青春。何。すげえ、暁さん歩いてないのに動いてくる。すげえな。クインティア。俺が組織抜き出して力を手に入れたのは、俺の願いを叶えるためだった。俺の願い。俺は、お前の笑顔を取り戻したかった。お前を幸せにしたかった。そんな、勝手なことばかり、私は頼んでない。私は、私の願いが叶えば、それでいい。あなたが私の幸せを願うなら、リアにいて、私たちに協力してくれればよかった。いつか、そうなると思っていた。思っていたのに。そうだな。それも悪くなかったかもしれない。はは。そうしや、ずっとお前のそばにいられたかもな。まあ、死んじまったことは仕方ない。はは、後悔したって、もう、どうにもならないしな。ポジティブだね。赤月、じゃあ、楽にいてや。幸せになれ。まあ、待って。愛し、よ、ティア。シド、ちょっと待って。あ、赤月さーん。ちょっと待って。赤月、アシッドー、赤つ、え、ちょっと待って。なんで高級展開。ちょっと待って。うわぁ。クックック。ちょっと待って、泣けるこれは。よくやった、ジョーカー。そして、暁。お前たちが残したクリムゾン。確かに、もらい受けたぞ。それにしても、赤月め、どこまでも愚かで、惨めな奴だ。我が組織を抜け出し、たてついた結果が、これとはな。育ちていった恩を、あだて返した、その報いといったところか。はぁ、はっはっは。ちょっと待ってよ。ねえ、ちょっと待って、目がうるうるしてんだけど。待って。赤月さんどうだったんだ。ちょっと待ってよー。なんで急展開すぎるでしょー。マジか。覚えてないけどさ、記憶を頼りにつっても。嘘でしょ。泣いて、うん。ちょっとうるうるしています。マジか。マジか。パート40なのに。なんで俺、ちょっと泣いちゃ、はい、では、ちょっと一回ちょっと終わります。はい。終わってからまた、ちょっと一回ちょっと少し休んでから撮り直します。はい。ちょっと少しね、少し気持ちを落ち着かしたい。うん。今、冷静にいられない。冷静にいられないから一回終わる。一回、噛んだね。一回終わる。だから、ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。マジか、暁さん。マジか。では、バイバイ。